反日の根源というシリーズを始めました。その2回目ですが、まあ戦前の日本もですね、まあ、信じられないことやってるんですね。いや、この信じられないというのは日本人としては正しいんですよ。日本人としては正しいんですが、世界から日本を見たときに、いたあいつらなんだというような行動をいっぱいしてんですね。それが一つは朝鮮と台湾を併合しました。まあ、日本では併合と言いますけれども、普通に考えると植民地なんですね。本国が周りの国を植民地にする。この植民地にするとどうするかというとですね、まあ、イギリスの植民地、オランダの植民地とかポルトガルの植民地が標準的なんですけれども、植民地からもうお金も何も搾取するんですよ。そのために植民地っていうのを作るわけですからね。だからイギリスでは、まあ、我々と主要な人がを殺そうと思うと、イギリス軍が大砲の筒先にイギリス人を縛り付けて粉々にするっていうのことをやったわけですね。それから若い人で有望な人が出てくると、両手首を切り落としてそれを穴に投げ込むと、まあ、この穴のことを手首塚とこう言ったわけですね。これが植民地支配なんですよ。植民地を持つということは本国も結構大変なんで、何のために植民地を持つかって言ったら、それは楽をするために植民地を持つわけですからね。ポルトガルは、まあ、いろんなところを占領しましたけれども、まあ、最後にチモール、パプアニューギニア地方を占領して、そこでですね、どういうお触れを出すかっていうと、現地の女性は気に入った女性だったらすぐセックスしていいと、暴行していいと。そして子供が生まれたら男の子なら、その男の子に必ずポルトガル名をつけて銃を持たせ、その銃を持った、まあ、いわば2世に統治させたわけですね。だからまあ日本 の, その従軍慰安婦なんていうのは生優しいもんで、もう誰でも犯していいというお触れを出したっていうわけですね。そんなのが植民地なんですよ。みんなそうしたわけですね。ところが日本は朝鮮と台湾を併合した後ですね、本来だったらば、次に大阪大学、次に名古屋大学、それから地域としては東北地方が、まあ、あの頃悲惨でしたからね、まあ、NHK の大河ドラマにおしんというのがあって大変に好評を博しましたが、ああいった苦しい状態が東北にあったわけですね。ですからお金は東北に注ごうとしてた時だったんですよ。ちょうど明治の終わりですから。ところが併合した後、実は大阪と名古屋の帝国大学を延期して、その代わりにソウルと、朝鮮のソウルと台湾の台北に、まあ、これは台北帝国大学の昔の姿なんですが、 今でもこの通りなんですけども、帝国大学を作って、そしてあろうことか日本人ばかりでなく全く平等に、まあ、現地人といいますか、朝鮮の方も台湾の方も同時に入学させたわけですね。大学はあの当時膨大にお金がかかりますから、国家財政としても大変だったんですけどもまあそれをやったわけですよ。それから東北に あの開発に使うべきお金も朝鮮に投入したんですね。ですからヤンバンが支配してた朝鮮も、まだ国として形を整ってなかった台湾も、日本のその援助って言いますか、日本がと一緒に開発することによって非常に大きく発展したわけですよ。当然ですね、日本政府はその頃、朝鮮人も台湾人も日本人も同じだから、大日本帝国になった限りは同じように発展させようとしたんですね。これは後に、新王国の末裔ですね、溥儀というのが皇帝になった満州帝国もそうですね。これもあの五民族平等つってですね、漢民族、蒙古民族、それから満州民族、朝鮮民族、日本民族が等しい権利を持って満州国をやったわけです。だけど、まあもちろん日本が力ありましたからね、まあ、日本が少し有利だったんですけど、その手首を切るとかそういうことじゃなくて、まあ、やっぱりみんなで発展しようっていうことだったんですよ。つまり植民地を発展させるということは、これはもう世界の常識に反するんですよ。いや、全然世界の常識に反することをやって構いません。それは日本人が立派なんだからそれは構わないんですけども、外国人から見るとちょっと信じられないですね。あなた方なんでそれだったら植民地なんか持ったのと。持つ必要ないじゃない、貿易かなんかで不平等条約かなんか結んでそこから搾取した方がいいんじゃないのって、こういうふうに思うんですね。
それが結局誤解になったのが、実は満州国を作った後、国連でリットン調査団っていうのを作って、そして満州国が適当かどうかということを、まあ、検査に来たわけですね。そのリットン調査団に検査をしてくれと言ったのが中華民国シナですから、まあ、シナの意図は別にしまして、そのリットン調査団に来たアメリカ、イギリスとかフランスとかロシアとかいう、その審査官はですね、全部植民地の支配者なんですよ。だって植民地のことを一番よく知ってるから。だから自分たちがインドで若者の首を手首切ったりしてた人たちが来たんですよ。それが委員を構成してたんです。それで満州国行ってびっくりしちゃったのがですね、日本は満州国を弾圧してるかどうか、どころかですね、みんなで繁栄しましょうってやってるんですよ。そうすると、そのリットン調査団の委員たちは何を戸惑ったかっていうと、こんなことが起こったら俺たちの植民地も持たなくなると。だから日本が満州国を持つことを許そうじゃないか、ただし条件をつけよう、それは欧米と同じように支配をするんだったらばいいと。私はね、実はそんなふうには全然思ってなかったんですね。高校時代からずっと満州国というのは日本が傀儡政権を作って弾圧したと、まあ、そういうのを習ってた。それに対してヨーロッパのリットン調査団はそれはダメだと言ったという真逆のことを習ってたんですよ。おそらく私にね、先生に悪いんですけど、私に教えてくれる歴史の先生はね、リットン調査団報告書を読んでなかったんだと思うんです。もしかして読んでも文部省の指導要項にそう書いてあるから、そうに言ってたような良心のない先生だったか、どっちかなんですよ。いい先生でしたけどね。私がリットン調査団の調査報告書を読んだら、なんて書いてあるかって言ったら、日本が満州国を植民地のように支配するなら、欧米の植民地と同じように支配するなら支配を許そうと。しかし今みたいに、地元の人を尊重しているような植民地なら返せと、こういう報告書なんですよ。それは当然ですよね。だってだから、それを露骨には書いてないっていうか、露骨に書いてないって書いてあるんですけども、書き方がですね、欧米はうまいから、だからそのように書いてないけども、読めばすぐ分かります。皆さんもですね、リットン調査団報告書っていうのをそのままじっくり委員の名前と内容をじっくり読んだらさ、あ、なるほど、これは別に日本にね、要するにあれを持たせてるんですよ。みんな全部で自分たち植民地持ってますからね。日本がその満州国が植民地だって放棄すると、自分たちも放棄させなきゃいけないから、何か非難しているように書いてるんだけども、よくよく見るとこういうことをやればいいですよっていうのが書いてあるわけです。でこういうことをやればっていうのはどういうことかって言ったら、日本が繁栄する方法なんですよ。ところがね、日本人っていうのは非常に奇妙で、相手を陥れることができない民族なんですね。ですから、その報告書を拒否しちゃうんですよ。これはですね、現在でもつながっておりまして、日本の企業の家族が東南アジアに移動しますね。例えばマレーシアとかインドネシア、そうするとあっちはもう必ずメイドをつけますので、フィリピンとかインドネシアとかそういうところのメイドさんが雇われるんですよ。ところがですね、日本の奥さんが家事は全部自分でやっちゃって、メイドに頼むとき、すいませんね、すいませんねって言うんで、メイドが嫌がっちゃうんですよ。あ、本当にメイドが嫌がっちゃうの。メイドはね、やっぱりね、おい、これやっとけ、あれやっとけって言われるのがいいんですよね、仕事ですから。ところが日本人の奥さんが、あなた悪いわね、すいませんねなんて言われたり、時々お菓子なんかもらったりすると、もう仕事がやりにくくてしょうがないんですね。これもね、笑い話みたいで本当の話なんですね。だけど私は日本人の女性をよく知ってますから、日本人の奥さんがメイドが来たから、あ、どうぞどうぞって言うんですよ。ちょっとそこの玄関汚れてますから、メイドにしてみりゃ汚れてるから掃除しといてって言われる、私が掃除しときますって言うんですから、メイドはポツンとなっちゃうんですね。これと同じことがこの満州にも朝鮮にも台湾にも起こった。このことは立派なことなんですよ。立派なことだけども、日本人はそれを十分に説明しないと外国から嫌がられる、気持ち悪がられる。結局日本の奥さんもメイドを使えないということで、メイドが逃げていくケースが多いんですね。ですから世の中というのは、相手が考えていることに沿ってあげなきゃいけない、これは当たり前のことですけども必要なことですね。